ここは米沢城ですね。山形県米沢市です。米沢市高野文化伝承館。ちょっと昔のお屋敷っぽい建物なので、ちょっと撮ってみました。米沢城はこっちですから、後から米沢市で作ったの建物だと思いますけど、まあ当時のお城っぽいイメージがつかめますから、で大雑把ですけど撮ってます。この建物がこのお堀の中のこっちにあったとイメージしていただければいいんじゃないかなとは思いますね。お店になってたりしてるみたいですけど、ここはお食事どころかな。料亭。イメージがつかめますよね、これね。建物が。いい雰囲気の建物ですよ。前田兼次、はい、上杉記念館です。和妻栄、和妻栄って民法の和妻先生ですよ。書いてある。米沢市なんだ、和妻さんって。ダットサ民法で有名ですよね。名誉市民だって。和妻さん、米沢の人なんだ。いい感じですね、昔のお城を。上杉伯爵邸。昔のイメージのお城のイメージをしていただいて、こんな感じのお城がこのお堀の中にあったと思っていただければいいのではないでしょうかね。
直江兼次が愛ですね。こっちの雰囲気なんかは高級マン広場のような雰囲気がしますよね。こうね、広くなってて、いい感じですね。ここね、面白いでしょ。ここ歴史が好きな人は楽しいですね。これね、この建物の雰囲気もいいですね。あと荷物をちょっと積み方の調整して、この城郭の中歩いてみますか。軽くですけど、8時41分ですね。